牧野広大のルーツをたどる旅。玉ねぎ、ポテト、ハマチとブドウ。絶対に待って、2300円で、いくら、いくらにしよう。1500円にしよう。天神のみだから1500円。なるほど、いいでしょう。モバイルバッテリーとかいらんし、別に。でもこれ割とよく悪くないな、2300円か。もう、だから、あれだよ、ドラクエ状態。これを捨てて、こっちに装備し直すみたいな。ああ、それだったら、うちにも悪くないね。どうする、さあどうする、買うのか。でも今俺がマックスにしたら1個バッテリー減っちゃったから。だってそれ、そうだよ、5分しか持たないんだから。科学最大8時間使える。嘘だって、そんなに8時間もマックスいけるわけないじゃないですか。でも結構いいね、マジで風。そう、ここにいても来るんな。そう、うん、いや、ここにいても来るの多分これだけどね、多分。あ、あいつだってか。交渉してみますか。俺交渉能力ないからな。いや、そういうのはやっぱ俺だな、そうなると。でもこういうとこって絶対、いや、すみません、そういうんじゃないんですよ、うちみたいな。何をおっしゃってるんですか。そういうんじゃないんです。ちょっとネットで喋るわ、値段。あ、はい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 。ただね、この色がね、気に食わねえんだな。黒だったらよかったのになっていう。かっこつけんな。ないだろ。あ、あんのか、黒は。そう、黒だったら2300円で買う。買う。あ、じゃあ違うとこ行けばいいじゃん、電気屋さん。てかさ、普通にさ、多分これくらいのさ、強さのさ、ファン売ってると思うんですよね。初めて俺ポータブルファン使った。これくらいの強さのファン、これくらいの強さのファン初めて使ったね、俺ポータブルファン。逆にもうこれビキっちゃう、ビキっちゃうこれ。お前撮ってる時言うな、それ。何の逆でもね、ただの悪いやつじゃねえか。逆にシンプリークライム。シンプリークライム。シンプリークライム。これ かわいいもんな。扇風機のくだりはいつまで続くんですか。ちょっと待って。割とガチの、ガチショッピー。あー、ガチの。ガチショッピー。あー、そうだね。ガチショッピーだから。大事なお金ですからね。いや、これちょっと、ありだけど、すげえありだけど。で、まあその扇風機じゃ、うちはバタバタ、ちょっとやっぱダサいんで、貧乏臭いっていうか。だよね、これめちゃめちゃいいよね、そういう意味では。2300円、ちょっと聞いてみますか。こうなっちゃうし、やっぱこれすごくいいよ、これやっぱ。そこにこれ買おうか迷ってる今。で、交渉しましょうよ。ジャスト1点って書いてあるんだから、展示品のみでしょ。そう、1000、じゃあもう1000円でどうすかっつって、で1500円にする。どう。じゃあそういうあれができるのかっていうところあるよね。ちょっともう気弱だかんな。俺気弱なんだよ、結局。それでさ、小田君がこれ汚いから割と値引きしてよって言って、本当に希望は1500円。希望1500。でこのラスト1点のやつを僕がちょっとサングラスをつけて、うん、ちょっと汚いから、ちょっとさ、ちょっと汚してやるか。いやいやいや、チポチポって。汚し方もいい、惑星だけどっつって。1500円、なんで買うんだよと思うよね。惑星なんで買うんですかって誰のか分かんないのに。すみません、これラスト1点じゃないですか、はい、ちょっとなんかこれバッテリーとか10時間とかあるんですけど、大丈夫ですか。あ、3日出してから。あ、3日なんですね。あ、そうなんだ。でも60台くらい入ってます。60台を3日前に。あ、これちょっと ラスト1個ちょっと現品だということで、ちょっとね、安くなったらいいなーなんて思っちゃったんです。ちょっとこれ、そうなんですよ、これだけ、はい、割引対象外の商品。あ、割引してるのはあるんだ。こういうシールついてるとか。このシールがついてるのが書いてあるんですけど、はい、本当だ。使っていただくと 10% 引き。あ、そういうのがあるんですね。ちょっとこれだけ対象外で。でも本当にラスト1個の1個。本当にラスト1個なんですか。ガチ1個ですか。ガチ1個。5パー引き。あ、物いいですしね。3日で60個売れて、59個売れて、今1個ですから。それはね、これはやっぱ正規の値段で買っていただいた方がいいですよね。できれば。はい。ちょっとね、彼が、まあ、絶対買うんですけどね。絶対買う。絶対買うんですよ。絶対買う。絶対買うんですけど。これ。ならば。出してしまって
で 5% 引きで 5% ということは、はい、230円かける230円割る2230円、で2300円から、あそうなるほどね、あ 5% いいね、あだから消費税が 3% っていうことになっちゃうね、なるね、要するにじゃあ買う、じゃあ買う、大丈夫ですか、じゃあ買う、本当に買う、これ、10% いけるんじゃないですか、いや 5% 5 points 5、ちょっと店員さんと俺とのこのやり取り取って、え、なんか取られた、取ってないんだ、8% 5% で、はい、買います。買う、あ、本当ですか、大丈夫、ありがとうございます、はい、じゃあ買ってきてください、こちら 5% 引きさせていただきまして2360円でございます。うわ、激安じゃん、よかったね、幸せな時代、やっぱり言ってみるもんだね、本当ね、言ってみたらこうなったみたいなのありますか、ね、ちょっとその財布を見せてもらっていいですか、財布、これ、キリマルの財布、キリマル、忍たま乱太郎の、忍たま乱太郎の、はぁ、あ、風呂敷柄の、風呂敷柄の2410円、はい、これお金ないって言ったら面白かったね、いや、ともくん、はい、ともくん、はい、よかったね、よかったよかった、なんかね、牧野くんの力で 5% で買えましたからね、これね、おい、なんかそれはちょっとやめて、俺の力は 5% だけか、牧力で、牧力はでもやっぱりそうよ、現品だもん、でも3日前に入ってそれだけってことはやっぱり物はいいのよ、そうだね、よかったね、暑くて明日から気温10度下がりますよ、どうしちゃったんだろうか、気温10度も下がっちゃって、あ、でもほらこれはあのパタパタがなくなったじゃん、ほらもう、うんうん、そうそうそう、鬱陶しかったもんね、パタパタね、これは映像やっててもう致命的だよね、しかも赤だし、ちらつき、そうそうそう、赤のちらつきはあれは集中できないね、見てる方が、今からね、全部先週で消しますけど、すごっ、こちらだけそうですよ、魔術師じゃん、でもいいですね、あのちゃんと実用的なものでやってらっしゃると、そうそう、うちわを捨てちゃったのはちょっとあの泣けてきたけど、可愛かったな今の子、うん、見た、うん、畑谷愛ですって感じだったね、じゃあ名前当てゲームしよう、うん、畑谷愛、吉岡里香、吉岡里帆かなんかに持ってかれてない、それ吉岡何、吉岡なんとかにそれ、ね、持ってかれてない、持ってかれてんのかな、吉岡実験持ってかれてんの、吉岡憲法、憲法じゃないな、強かったけど、確かに電子の、電子炉の親父、あ、我の父は誰言ってんだ、それ吉岡憲法で、え、いや、バカボンド、バカボンド、わかるけど俺とトモ君しかわかんないよ、バガボンドなんか俺と2人しか見てないんだから、いやいや、すごっ、1人2000万部だったんだよ、それはいいわ、よかったね、速攻壊れてほしいけど、ほんとやめてほしい、絶対に、ほんとやめてほしい、絶対に、ガチで永遠に泣くよ多分俺、怒って言いに行くっしょ、2300円結構、あららららら、この水着屋さんですか、ロッキング、おい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 、やっぱそうね、俺はこういう水着は好きだね、いや、テリア良かったですね、まさ かこんな事故みたいな買い物すると思わなかったよ、ほんとなんだよ、お前その言い方だよなんで事故みたいな買い物ってこんな事故みたいな、というわけで、千葉駅のペリエ、新しくなったペリエを見てまいりました、じゃあ、どうしますか、じゃあ、降りてまた灼熱の中歩きますか、そうしましょうか、はい、分かりました、農村部に行きましょう、ああもう行きますか、じゃあ、うん、私たちの本当の地元に帰りたいと思います、ね、ここが千葉の、これ千葉だから C1 なの、うん、そうじゃない、あ、千葉だから C1 らしい、カレーコーヒー飲めんの、俺はコーヒーが苦手なの、実はコーヒー飲むとき動悸がしちゃうの、そう、あ、ちょっとすごい冷たそう、この店員さん、あ、なんで、あ、なんか、あ、そうは行きたくないんだ、どうした、あの、ホットだった、え、嘘だ、バカじゃねえの、だって摂氏80度でお驚きしてますみたいな、あとそんな熱く提供してどうすんだよ、そんな嘘だったけど、もうやっぱねえか、何が、水戸屋、滑ったんだね、バカ、ずっと奥にあるよ、うん、なんであるの、カスカスって
何がこの辺だと記憶なかったんだけど違うよ全然もっと歩くよ違うよ違うもっと歩くよもうちょっと先ですもう一個あの一回出て入ってるのああ確か。だ結構ここ歩いてると人とすれ違うんですよねそんなことないあるあるねはいということで今お昼ご飯を福竹で食べてきましたでねどうしてもスイーツが食べたいということで今シャトレーゼ来てますシャトレーゼっていうのは自社で作って出してるので安いというですねで美味しいということで今食べてる人がいますけどもあおいくつ食べられるんですか30歳ですあえ野菜じゃない野菜アイス何個食べんのアイス3つ食べますね3つさっきあの特盛り食べてらっしゃったと思うんですけども、はい、足りなかったですかはいこれとこれと同じ種類のこのおこれと、はい、ピルとこれとあとあれですよすっごい美味しいこの田舎パイっていうねおおいいですね食感がねホクホクしてるパイと、うんあとこれですね、生クリームどら焼きですねああいいね、美味しそうし俺もこれ食べようと思ったんですよこれ4つこんなやつ、コンビニで買ったらこれあれですよ俺も買ってるわ、しかもコンビニで買ったらこれ、あれです多分700円ぐらい突破してますよ、これ多分全部買ったら1回目に言ってもでもこれ全部で400円しないですからね半額400円聞きましたすごいですね俺もこれ買ったよ一緒と、これはあんこと抹茶が好きだからこれまだね、食べてこれから農村地帯大網白里市に向かおうと思います